はい、渡辺です。今回ね、電撃戦限定武器、ホームランエピック、野球バット購入&解説のプレイ実況をやっていきたいと思います。はい、頑張るぞ。もしお前のライフルグレネードの打ち方を知りたいなら、敵陣内こっちですね。野球バット、ホームラン、エピック、野球バット、一撃禁止スキルね。ここで解説するんでね、はい、ちょ、組み合わせてからやろうかな。クラスに9600キルで 10% 兵士 XP ボーナスを獲得ね。これ購入してみようか。アイテム6ね、アーマリークレジット9600、ホームランエピック、はい、購入しました。これ目標へ奮闘する姿は立派だ、ただし必ず結果を残してくるんだ。ちょっとクラスにちょっと入れようか。これここにやった方がいいですね。これこの野球バット、野球バットのホームラン、近接攻撃はステータスないんですよね、これね。ホームランエピック、野球バット、一撃近接キル、キルで 10% 兵士 XP ボーナスを獲得、電撃戦なんだね、これね。せっかくなんで、近くなんで、これ、こうやっていこうか、これ。あ、そっか、できないよ、これ。これ。これにしないとダメなんですよ、これ。これですよ、これ。ホームラン、エピック、野球バット。面白いよ。ジェスチャーはどうなってんだ、これ。あ、こうか。結構音が、鈍い音が。これ、買ったんですよ、これ。見てくれ、これ。対決するか、これ。俺と。野球バット。めっちゃ痛そうっすよ、これ。ジャンピングで、ジャンピング攻撃できるね、こうやって。面白いでしょ、これ。こういう感じでね、買っちゃったよ。これめっちゃ効きそうだよ、これ。威力ありそうよ、これ。これ買ったんですよ、これ。見てくださいね、これ。こういう感じで以上っすね。あと5つ買わないといけないんで、サクサクちょっと終わっちゃうよ、これ。はい、以上にしたいと思います。はい、今回ね、電撃戦限定武器のホームラン、エピック、野球バットを購入&解説してみたのプレイ実況をやっていきました。あとよろしければチャンネル登録の方もぜひともよろしくお願いいたします。はい、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。